ですね、これちょっと年齢とか書いてないんですけども、一塁に進塁した選手がかなりの確率で一塁手と会話しています。ルールでは禁止されていることなのに、なぜ一塁塁審は注意しないのでしょう。同様に二塁でもセカンドやショートとの会話を しているように見えます。あ、まず禁止なんですね。僕知らなかったですね。まず塁上に出ると必ず審判に挨拶をする、で一塁手、まあ、ショートセカンドに挨拶をするっていうのが野球界のルールというか決まりだと思ったんですけども、会話していますね、みんなね。僕もね、ルールで禁止だったらダメだったんだなと思うんですけども、会話していますね。はい、ね、これ僕は今言いながら思ったんですけど、タイガースに城島さんがいましたね、当時キャッチャーで。で僕ね、その時ね、打率がね0割4分か5分ぐらいだったんですけど、打席入ってよろしくお願いしますって言いますよね。城島さんがね、必ず言うことがあって、おー強打者来たな、これ厄介やなって言うんですよね。でいつも、いやいや城島さん、あの数字見てくださいよって言ったら、俺目悪くて見えへんわって言うと言うんですよね。っていうのを会話しているんですけども、本当にどうでもいい会話をいつもしていますね。はい、まだまだね、面白い話あるんですけども、会話していますね。ダメなんだったら審判ね、注意するべきだと思います。はい。